ベームエルモッィ・エー・トゥアルト・フライ・ヘア・フォン、ベームエルモッィは、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人。第一次世界大戦で、軍司令官を務め元帥に列せられたほか、晩年に名誉令として、ナチス・ドイツにより、第三帝国の元帥に列せられた。当時強行領だった、イタリアのアンコナに生まれる。父、ゲオルク・ベームは、オーストリア帝国軍の歌手官だったが、 1849年のノバラの戦いで格別の勇気を示して特別に士官に昇進し、1877年の退役後に名誉少佐とされた。1885年には夫人の旧姓をつけたベームエルモッリに改正を許され、同年世襲貴族に劣せられている。父の駐屯地であるトロッパウに育ったベームエルモッリはザンクトペルテンの士官学校を卒業し、 ウィーナーのイシュタットのテレジア陸軍アカデミーに学んだ。1875年に将位に任官し、第4隆騎兵連隊に配属される。3年後陸軍大学で参謀教育を受けて優秀な成績で卒業、第21旅団に参謀将校として配属された。主にガリツヤで様々な部隊の指揮官や参謀を務めた後、1912年に 騎兵大将に昇進し、クラッカウの第一軍団、司令官に就任した。前年からは皇帝数密顧問官となっている。1914年の第一次世界大戦勃発と、共に第二軍司令官に任命され、終戦まで務めた。実質的に、ドイツ軍の指揮下にあったとはいえ、劣勢のオーストリア軍でこれだけ長い、機関軍司令官を務め上げた将官は海無である。 ドイツ帝国のプールルメリット勲章を受賞。大戦中に軍集団司令官となり、1916年に上級大将に昇進。1917年には世集団尺に除され、翌年1月に元帥に列せられた。同年ウクライナ占領を担当するが、この年、オーストリア帝国は戦争に敗れ、部隊はオデッサで解散した。 この敗戦で平成が崩壊すると、ベームエルモリは、オーストリア帝国から独立した、チェコスロバキアの領内となった故郷、トロッパウに遠征した。チェコスロバキア政府は、ベームエルモリに年金を給付したほか、予備役陸軍大将として、チェコスロバキア軍で軍司令官格とされたが、現役に復帰することはなかった。1938年に、ナチスドイツが、 ズデーテン地方を併合すると、ベームエルモリは、ドイツ国民となった。今やドイツの一部となっていた、オーストリアの旧軍唯一の生き残っている、元帥として、第二次世界大戦中の1940年10月に、第三帝国は名誉令として、ベームエルモリを第三帝国元帥に列し、トロッパウに駐屯する、第28不評連隊名誉連隊長とした。 翌年85歳で死去した際には、ウィーンで国葬が行われ、ドイツ国防軍最高司令部総長のビルヘルム・カイテル元帥が参列した。墓はトロッパウに今も現存する。ありがとうございます。